エカテリーナ・ウラジー・ミロブナ・リャザーノワは、ロシア出身、イタリアの女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、シモーネ・バトゥーリ、イリアト・トカチェンコ、ジョナサン・ゲレイロ。2009年世界ジュニア選手権3位。モスクワに生まれ4歳の頃にスケートを始めた。12歳までは、女子シングルの選手だったが怪我をきっかけにアイスダンスに転校した。 2006年にジョナサン・ゲレイロとカップルを結成し、2006から2007シーズンより、ジュニアグランプリシリーズに参戦を果たした。翌シーズン世界ジュニア選手権に初出場し6位に入った。2008から2009シーズンには、ジュニアグランプリシリーズマドリードズキで優勝2シーズン連続で出場した、ジュニアグランプリファイナルでは3位、世界ジュニア選手権でも3位に入った。 このシーズンをもってカップルは解散した。2009から2010シーズン、イリア・トカチェンコとカップルを結成した。2010から2011シーズン、エリック・ボン・パールハイで銀メダルを獲得。トカチェンコと組んで ISU 主催の大会において初めてのメダルを獲得をした。ロシア選手権でも初メダルを獲得し、ヨーロッパ選手権に出場した。 2011から2012シーズン、スケートカナダの FDE において、音楽に明確なリズムがないという理由で減点を受けた。その後、ピアノでリズムを追加することによって、ルールに対応した。ロシア選手権には、直前に、トカチェンコの肘がリャザーノワの鼻にあたりのウー頭と、骨折を起こしたものの出場し、2年連続でメダルを獲得。世界選手権に初選出された。 世界選手権では SD の前に路上レストランで食べたシーフードにトカチェンコが当たり体調が良くなかったもののミスなく滑り切り9位と検討した。4月、翌シーズンの準備のためにコーチのアレクセイ・ゴルシュコフと共にアメリカのマリナズ・エワとイーゴリ・シュピリバンドの下で練習すると発表した。2012から2013シーズングランプリシリーズのスケートカナダ。 エリック・ボン・パールハイで2戦連続の3位。ゴールデン・スピンで国際大会で初優勝。欧州選手権では自己最高の4位に入った。2013から2014シーズン、ロシア選手権では4位となり表彰台を逃す。欧州選手権では5位で出場したロシアのカップルの中では3位となり、ソチオリンピックの代表には選ばれなかった。四月十四日。 トカチェンコとのカップルの解散を発表した。5月30日、シモーネバツゥリとのカップル結成が発表され、イタリア所属で競技を行うことになった。しかし、カップルはすぐに解散し、競技を引退。中国でコーチを始めた。シモーネバツゥリとのカップル入りやトカチェンコとのカップルジョナサン・ゲレイロとのカップル。ありがとうございます。